放射員で働くのはやめて、うちの店に来てくれないか。ん？ですが、もう放射員に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では、給料は放射員の倍を出させてもらおう。それでどうだね。え？倍ですか？わかりました。放射員はやめて、あなたのお店で働きます。いい返事だ。それでは、これからよろしく頼むよ、桐谷さん。放射員、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい、小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの、小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの。もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか。人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。人違いだわ。だから言ってるじゃないですか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんた、ここのオーナーなのか。はい、申し遅れました。私、この店放射員のオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでも、ナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すから、放射員に行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大。お店の信用もだだ下がりよ。どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だが
お願いします、キリュウさん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。いいですか。ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。キリュウさん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。ではキリュウさん、いえ、キリュウ店長、よろしくお願いしますね。